お土産決まった。マリさんありがとう。シャトレーゼに行ったんですね。シャトレーゼで買ってきた。こんばんは。今日は北沢くんのことしか考えませんでした。あ、もう嘘だ絶対。お、嘘チャンネルでしょ。こんばんは。こんばんは。ちゅうちぃさんありがとう。ピンクたい焼き。やあやあ、みなの衆、みなの衆、やあやあ、福さんありがとう。そう、山梨が、あの、本拠地、本拠地発祥。ねえ、ここ蚊に刺されたとこさ、昨日は治ったと思ったらめっちゃ赤くなってきた。なんかニキビみたいになってちょっと萎えてます。幕張あるのに。ハレオさんありがとう。悲しいです。私はとても。キミキさんありがとう。また明日もう逃げてるから。こんばんは、ありがとう。だってあのシャトレーゼの社長の息子さん、あの学校にいた。くしゃみ出るよね。待ってはいはい、失礼失礼失礼。おかげでお会いできる、楽しみすぎます。あと2日だよみんな、やばい、あと2日だよみんな。こんばんは。みんなあと2日で遭遇ということで、遭遇ということで、このなんかもうちょっと明かり強くする。最大、うん、これやん。ヤケビーさんありがとう。九州大雨。そうなの。いや、雨降ってるの大変だね。雨って嫌いです。私は。石丸さんありがとう、フォローありがとうございます。あ、めっちゃカビ立ってる。山梨は晴れています。こんばんは。こんばんは。こんばんは。石川県さん、にゃんこさんありがとう。ピンクたい焼き、土曜日たい焼きじゃない、天気良さそう。本当ありがとう。たい焼き、お話し会の決済今日はね。お、よろしく。たくさんありがとう。かすみん配信、え、かすみんさっき配信しとったよね。あのあれ来た通知。にゃんこさん、リスガーさんありがとう。たい焼きありがとう。今日で最後の日なのでぜひお待ちしております。今日からお仕事できるらしい。え、するってことは。みそがさん、にゃんこさんありがとう。ありがとう。アイスレモンさん、ナナウさんありがとうございます。かぜさんありがとう。たい焼き、コナンさん、にゃんこさんありがとう。ありがとう。たい焼きだよ。ガワさん、にゃんこさんありがとう。こっちはね、なんか止まったかも。電波悪いから。ここふうくんありがとう。これ電波悪すぎますんで電波が悪すぎますので、はい、お好み焼き食べに行ってくるの。あと7万8000ポイントをマーディー達成できるかな。あと32人でフォロワーさん3000人、ショールームの矢吹吉さん、くまさん、雪平さんありがとう。夜もするよ。山猫ばあさんありがとう。くまさん、ローラミックさんありがとう。なんか10時までなの、9時59分までだから、なんか今1時間半ぐらいやってご飯食べて9時ぐらいから1時間ぐらいできたらいいかなって思ってるよ。豊中のひろさんありがとう。お腹すいた。モーリーさんありがとう。ピンクと息、暗証変わって初です。お、暗証変わって初ですか。ありがとうございます。暗証変わったんですね、これが。こんばんは。こんばんは。ワンタンさんありがとう。たい焼き Thank you Thank you だよ。ゆけぴーさん、ワンタンさんありがとう。こんばん。いてててスシローでお寿司いいな。お寿司ないいよね。こんばんは。
シロー派？私はね、はま寿司派なんだけど。でもどこも美味しいよね。スシローも美味しいし。決められないぜ。え、マジ強風だった。え？風吹いてたかな。わかんない。吹いてるんかな。ちょっと見てみます。吹いてそうだけど強風ではなさそう。あんたんさん、ありがとう。え、こうやった時見えてないな。見えてない。見えてたら大事件なんだけど。ありがとう、ハート。Thank you。風さん、あんたんさん、ありがとう。ありがとうございます。四角学園さん、ピンクたい焼きありがとう。かんばん。ありがとう、ピンクたい焼き。感謝だ。いててい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 て。このさ、学習机の椅子に座っとんのけどさ、まだギシギシ言うの。体重に耐えかねとるんかな。もう昨日刺されたところがめっちゃ痒いくてもう嫌。こうもう本当にこれ嫌なんだけど。眉毛変えた。シャトレーゼで買った。結局シャトレーゼで買いました。あ、そうだ、信玄餅食べようと思ったんだよね。どこだっけ。ちょっとお腹を満たそうと思って。信玄餅食べて、今から待ってて。でもさ、これさ、ちょっと待っててね。おーおーおー、事件事件。あかりが倒れてしまいました。こんばんは。食べ方講座、みんなのために信玄餅食べましょう。これなんか2個入りで、1個は誰かゆいなにでもあげようかなって感じ。ちゅうちゅうさん、ありがとう。じゃん、信玄餅。めっちゃきな粉の匂いする。すでにじゃん、これを今から食そうという心意気です。こんばんは。こんばんは。お茶の子さん、ありがとう。たい焼き、なんかライトの位置が変わっちゃった。ありがとう、ピンクたい焼きも。ありがとう。ちょっと待ってね。破ってしまった。ダメです、それは禁止です。マジきな粉の匂いがすごい。はやんのチェンさん、ありがとう。あさって幕張だよ、みんな。ママな、まずはこの袋を破かずに、しっかりと開けましょう。皆さんの信玄餅は分かりましたか。したらこういう袋がね、誕生すると思うんですけど、ちょっと置くところがないな。ちょっと待って。そしたら机に敷きます。それを敷くというか置きましょう。みんな分かりましたか。これどっち向きだった。どっち向き。早野仁さん、ありがとう。置くんですね。そしたらこれはこのまま食べるのはいいんですけど、あ、やばい、粉が垂れてきた。いいんですけど、この蓋をね外して、そう、ランチョーマットかのようにするんですよ。蓋を外すんです。蓋を外したのをその袋の上にもうぶちまけます。キャー、全部ぶちまけます。わかりましたか。ドゥさん、ありがとう。いや、食べ方はうるさくはないけど、こういう食べ方もあるよって。これ多分公式がおすすめしとるけん発表しておこうかと思って。やっぱ山梨観光大使勝手になので。でぶちまけたんですよ。したらこの黒糖、何これ蜜なんかわかんないけど、これをそこにぶちかけていこうと思います。これもぶちまけます。今からそこに
黒蜜だ、黒蜜。そう、やばいやばい、あ怖い怖い、これ写真撮っときたいな、これしかないや。タブレットで写真撮っときます。タブレットとか画質悪いよね絶対。まあいいかも。でそしたらそれをなんとこう包み上げるんですね。 4箇所をこう持って、こういう状況です今。なんとなんとも言えない姿になってしまいました。こういう状況にするんですよ。包み上げていくんですね、千切り餅を。じゃちょっとだけ揉み込んでいくんですね、これを。揉み込みチャンネルします。揉み込みチャンネル中。でこれ混ぜるんですよ、きな粉とあの黒蜜と全部唐揚げですか。そう、唐揚げみたいな感じになるんだけど、まあいいかなと思ったら完成です。ちょっと見た目の問題は置いておいて、これをお皿にしましょう。あ、間違えた間違えた、ちょっと待って。そう、美味しくなれって唱えながらねやるといいかもしれないですね。これをお皿にしましょう。ついてるこのぶっ刺すやつをぶっ刺していきます。ぶっ刺してここで食べるんです。じゃーん、信玄餅もあのぶちまけバージョンです。一番これが美味しい、これはもう味が混ざって美味しいんですよ。いただきます。うまっ、うんふん、うん、うんふんふん、うん、うんふ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 ん、さん、うま、ありがとう。そう、ここで食べると、ここで食べるときな粉がこぼれるんですね。なのでここにぶちまけて、あのいっぱいあの混ぜたら美味しいんですよ。わかりましたか皆さん、わかりましたか。こんばんは。ちょっとね、そうするときな粉も飛び散らないんですね。で黒蜜も混ざって一番美味しい味になっていくというのがね流れです。こんばんは。覚えました、師匠。あ、覚えましたか。じゃあ次回はそうしてください。あ、ちょっと取れない、餅が離れてくれない、口の中で混ぜ、ちょっとやめ、嫌かもしれない。結構、はい、ダメではないけど嫌かもしれない。よいしょ、餅です。これがね、取れないこの信玄餅。うん、うんふん、うん、黒についた蜜はなんか気合です。気合です。こんばんは、こんばんは。耳がかゆい。なんかさ、うん、ライトの当たり方が許せない。千切餅の詰め放題ね、前めっちゃ朝早く行かんといけんのよ。今日木曜日かね、平日だったらあれだけど土日とかやばそう。最後の1個を食べます。これ信玄餅最後の1個。うん、うまっ、うん、おいしゅうめいか。うん、危ない。うん、ごちそうさまでした。ゼータップさんありがとう。大変、わかりましたか皆さん。こうやって、こうやってしてください。
ウェタピさんありがとう。リコチさんの写真集、写真集のアカウントでショーフォローしたよ。一番最初に指定しましたメンバーで。ジャーキーさんありがとう。たまたまね X 開いたら上に出てきたからフォローしたし、なんかゆいなと話してたんよね。で話しとって、あリコチさんのってなった。そうそうっていう流れのため2人とも爆速フォローしました。フォローありがとう。わあクマさんだ。ありがとうございます。これ何ですかね。ありがとう医者さん。クマタワーありがとう。これなんだ、クマ和菓子タワーみたいな。ちょっとありがとうございます。びっくりびっくりびっくりですよ。ありがとう。お礼書きたい。待ってね、ところあるかな。ちょっと待ってね。なんか私のなんかのイベントの時の土地狂った時刻表が出てきた。これはやめて。あこれ違うか、書けないか。あここに書ける、書けるところありました。ありがとうございます。鈴木一郎さんありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。イベント終わってからでいいよ、書くよ。ちょっと待ってね、何色がいいかな。緑、アイコンが緑だから、アイコンあれが緑だから緑で描けるかな。レトロ喫茶クマっていうの、クマのアクセントが正しいね。クマクマどういうことどういうこと。ハローハロー、レトロ喫茶クマっていうの。ありがとう。コゴコーロさんありがとうございました。ユキ Thank you。 描きます、今すぐに。これは小学校の時のペンで描く。クマ、なんてなんてなんだっけ、喫茶、あ、違う、レトロ喫茶クマっていうのね。え、もうちょっと喫茶の字が怖くて怪しいからちょっとカンニングしよう。カンニング1,2,3で大かで、お茶飲んちゃうか。ありがとう、こんばんは、こんばんは。チャーハン定食さんありがとう。なんかこのライトが許せない。私は高級フルーツ大福食べるね。いちご大福食べたいよ。いちご大福食べたいよ。ありがとう、じゃあ判定直さん、ピンクたい焼きありがとう。松井さんありがとう、たい焼き。ありがとうございます、チャーハン定食さん。ルスちょっと待ってね。ルサイジプラス9、何の9だろう。ありがとう、ありがとうございます。たい焼きありがとう。今日までなのでね、ぜひぜひ。今泊まってた、なんだって、どこで泊まってた、泊まってたかな。もう一回じゃあ読んどこ。あついさん、チャーハン定食さん、ルサイジプラス9さん、ありがとう。みけちゃんさん、うん、みけちゃんありがとうございます。たい焼きありがとう。ひらつぐさんありがとう。今日は2024年の今日何月、6月か、6月20日。え、明日マカロンさんの誕生日やん。やば、うちのワンコちゃんのお誕生日だわ明日。みんなお祝いしよう。ヒータンと一日違い。田中のひなさんありがとう。ちーちーさんありがとう。たい焼き、ありがとう。マカロンさんの誕生日です明日。私かっこくんさんありがとう。ひまたぎ配信マカロンがショールームでしてくれるかも。昨日ヒータンの配信見とったんよ。見とってコメントしたんだけど、ヒータンに気づいてもらえなくて、
しょんぼりしてひーちゃんに、ひーちゃんがひーたんと一緒にいたんよ。だからひーちゃんになんかひーたんが気づいてくれないって LINE した。花川さんありがとう。そうマカロンちゃんの、マカロンくんの誕生日で、あ字間違えること、サバさんありがとう。今日字うまい私。お茶もこさん、あっちいさんありがとう。ひでたらさんありがとう。ひーちゃん声でかすぎておもろかった。でもパンケーキ作ってたよね。白肌白い。ひかおさんありがとう。ファンレベル27でいった、すごい。初めて宝塚のやつありがとう。ひかおさんすごい。ファンレベルってさ、これ無限に上がり続けるもの、あれか、月ごとに変わるやつか。何がさ最大なんだろうね。39までなんだ。39が最大値ってこと？ん？なるほどね。40じゃなくて39なんだね。かぼちゃって言われてた。なんか私もめっちゃ眠くて、昨日眠いなって思いながらヒーターの配信を見てた。こんばんは。こんばんは。ゆいな、ゆいな岐阜だよ、岐阜。こんばんは。でも幕張だけあるからソロぼっち会えるぜ。マカロンが吠えてる。船尾さんありがとう。たい焼き、これさ、あの最終日に衝撃の発言って感じだけどさ、このたい焼き桃色たい焼きっていう名前らしい。桃色なんとかたい焼きみたいな、桃色らしい。ピンクとか勝手に、ピンクとかイチゴとか岩下の新生姜とか勝手に言ったけど、桃色でした。させんさせん。サーセン、血合ってるかな。FC の推しメンいちごちゃん設定して100日、さ100日じゃ300日になった。え、わしさ、なんかわしは怒ってるんですよ。なんかファンクラブに入ってたんですよ、 STU ので、クルさんに登録してたんです。でなんか一回なんか支払えんくて、なんかもう一回なんか入り直したわけじゃないけど、なんかあの登録し直したんよ、その支払い情報とかを。なんかそしたらなんかリセットされて0日にされたの。もう100 365日超えてて、もうそのまま継続しようって思った。なんか0日にされて傷ついた。アッスーさん、ゆうたさんありがとう。はねる桃色たい焼きちゃんっていう名前。ゆうたさんありがとう。はねるか、はねるか、はねる、はねる、はねるか。いやもう本当に傷ついた私は。リセットされた、リセットさんがなんか現れた私の前に。リセットされた人多いね。だからもうあらよと思って、あの全メンバーのに1回ずつ登録して、みんなどういうメッセージなのかなってこう確認してた。パーカーさんありがとう。ピンクたい焼きこんばんは。
席届いたかな。でもさ距離があるけ届かんかな。パーカーさん席届いたかな。こんばんは。じゃん、できました。お礼見づらいかな。見づらい。とりま文章だけ。じゃん。じゃあな、レトロ、レトロ喫茶熊タワー、ありがとう、ありがとうございます。なんかなんかリアルお話し会でさ前来てくれて、そう私はもう覚えているので、あの認知済みということで、マカロンがめっちゃ怒ってる。認知済みなのでぜひまた会いに来てください。ありがとう。じゃーん、ありがとう。めっちゃ怪我。ありがとう。大福食べます、絶対。みんなよろしくお願いします。こんばんは、こんばんは。ありがとう。覚えてるよ、幕張行きます。お、オッケー、じゃあ叫んであげるよ。うわっつってありがとう、覚えてるよ。じゃあね、記憶力です。これが北沢の記憶力。ありがとう、ありがとう。気まずいちご、気まずいちご食べ。ありがとう。フルーツ大福食べたいです。いすじのてっちゃんさん、ありがとう。だるま、こんばんは。ありがとうございました。ました、やばい、ありがとうございます。過去形にしちゃった。ありがとうございました、とか言って。こんばんは、ありがとう。みそう、いちごちゃん覚えるよ結構。一回リアルに行けば覚えると思う。名前を発表してくれたらちゃんと覚えられる。我が誰ですってちゃんと名前を発表してくれたら多分覚えられるんだよね。私は人の顔覚えられる人間なのかも。でもたまに覚えられない時もあるからちょっと許してって感じ。なんか前気まずくって、なんか前言ったよ覚えてるみたいな言われて、あやばい、顔は覚えてるんだけどなって思って、そう、まあ顔は覚えてるけどみたいなちょっと気まずいくなっちゃうからね。でも基本覚えられる私は。こんばんは。浮気は忘れない、浮気は忘れないよ。分かってるよね。3月以来だから心配。え、大丈夫、いける。なんかもう全員名を名乗ってくれたら覚えられる。私は天才チャンネルなので。ポンチーさん、ありがとう。3月か、最後ってことは3ヶ月ぶりか。あらあら、でもあと2日だね。あと2日ですよ皆様。みんな準備した？私も準備しなきゃ。こんばんは。私も準備をしないといけないんですね。やっほい、やっほい、やっほりん。やばい、なんか信玄餅さ粉だからめっちゃ喉カラカラになってきた。昔いちご T シャツでいく。お、ほんと？あれおもろいよね、黒白。バイト中なう、バイト中なう、バイト中、休憩とかじゃなくてバイト中。バイト中か、真面目に働いておしもしできようやですよ皆様。今日からおしまし間なのでお待ちしてます。まかり、こんばんは、こんばんは。ゴッティだよ。お茶、ありがとう。お茶これ飲んで元気出すわ。信玄餅食べたの何年も前。信玄餅さ1個さなんか結構お高めのお値段なんだよね。自業自得ポーズしような。オッケー、あと2日だよ。みんな準備 OK？ ね、
準備できた。いくよ。くるくるかき氷作っちゃって。ほら、ありがとう。夏だもん、へい、大きい、へい。口で食べちゃっていいじゃん。のいみーさん。なんかさ、なんでもなかった別に。こんばんは、こんばんは。フォローありがとう。ダニアのね、心臓バグり散らかすわ。じゃあ、自業自得だよって言ってあげるね。あと54,450ポイント。本当？頑張ります。北沢さん、シャンティースになっちゃった。今日のね、9時59分まで。あの普通の色のたい焼きもね待ってます。お前めっちゃ、え、そういえばさ、なんか岡田奈々さんのこと大好きなんですよ。まあ見ればわかると思うんですけど、が大好きなんですけど、あのファンクラブでお手紙送れるんですよ。リチャさんありがとう。あ、じゃあついに送りました。昨日ついに送信してしまいました。なんと送信してしまったということでね。お返事来るかな、ワクワクって感じなんですけど、そう送りました。だからね、ちょっとウキウキしてるの。ウキウキが止まらないぜ。さ、お手紙にさ、お返事もらえる機能あるのいいよね。嬉しいよね、普通に。しんごくんありがとう。ピンクたい焼き、こんばんは、こんばんは。やーやー、こんばんはだぜ。みんなもお手紙送ってね、ぜひ。送れるので。かわいちごやったで。しんごくんありがとう、たい焼き。髪の毛、なんかもう髪の毛今もう邪魔すぎて瞑想してる。縛ってしまいたい気持ちもすごくあるぜ。でもさ、髪の毛じゃない、服の色が黒いとさ、ここが同化するから全然縛りたいよ。でもあれがないわ、あのなんだっけ、髪ゴム。今日めっちゃ可愛いね、やったね。え、今日から新制服の待ち受けくじスタート。なんだって、あとでひーこコッティヤッホー。うとうさんありがとう、たい焼き、こんばんは。ありがとう、たい焼き。たけさんありがとう。うとうさんありがとう、こんばんは、こんばんは。なんかね、リップ塗りたいんだよねみたいな。あ、やばいよね、危ないよみたいな。気まずいちご、気まずいちごだね。ハロー、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 こんばんは。肉に、ちょっと待ってね、肉ティーンポンさんありがとう。たい焼きありがとうございます。ポンポンありがとう。勝手にあだ名つけ出しちゃった。ポンポンありがとう。ゆいさんありがとう、たい焼き。あ、めっちゃお腹なった。ありがとう。たい焼きの話したからかな、お腹すいた。なんか お祭りのさ、屋台で売ってるたい焼きさ、本当に好きなんだけどさ、わかる？この気持ち、この気持ちわかる？こんばんは、こんばんは。ミックさんありがとう、たい焼き、ありがとうございます。しかもお祭りのさ、たい焼きって200円ぐらいでさ買えるからさ、いいよね、なんかいい値段だなって思う。ありがとう、よいさん、ミックさんありがとう、ファンポンありがとう。勝手に名前つけてておもろいけど、こんばんは、ありがとう、たい焼き。 Thank you、 優しい、優しいね、
初見さんなのにありがとう。今回は10回以上くじを引いたら推しの直筆メッセージとニックネーム入り生写真プレゼント。え、やば、激アツじゃん。それはやばい。待ち受け引いたら最推しのさゆぴさんと千穂さん出た。おーすごい、めっちゃいい引きだね。で私は私は出なかったのかな。私は出なかったの。いや、私自分のね待ち受けくじね見たんよ。こんばんは、こんばんは。なんか暗証の日に撮ったやつやけ、暗証と同じ髪型してる。なんかこういう感じ。こんばんは。こういう感じのあのやつが私の待ち受けくじ。なんか手になんか隠し持っとるんかみたいな写真なので、ぜひ当てたら報告よろしく。こってやっほー。先月はイチゴ引いたけど今回出なかった。先月引いたのに今月は出なかったの。あ、なんか落ちた。最悪チャンネルじゃん。こってやっほー。なんだい、なんだ、なんだって言うんだい。タムトムさんありがとう。たゆき、千穂さん、パセリさん、サコさんだった。3期生入ってる、入ってるよ。え、でもなんかさ、入りたての時さめっちゃ3期当たりやすくなかった。そんなことない。パセリさん2種出た、すごい。2種何種類もあるんだ。あれ1種類かと思ってた。タムトムさんありがとう。ピンクたゆき、あ、仕事いっぱいありがとう。ピンク体験ありがとう。昨日の晩ご飯はお蕎麦食べました。お蕎麦となんかかき揚げをマダーが作ってくれて食べました。お蕎麦、かき揚げ蕎麦って感じ。あとなんか多分その勢いで揚げてくれたなんかナゲットとかいろいろ食べました。こんばんは、こんばんは。今日はあの私が何食べたいんだみたいな感じで言われたっけ、お肉って言ったから、あのなんだっけ、ステーキ肉さっきねお買い物してきたのだから食べるんだ。配信の間にシークレットが17種ある。そうなの、17なんだ。フォローありがとうございます。こんばんは、こんばんは。なのでなのでなのでって感じでしよう。こんばんは、こんばんは。そう、お肉を今日は食べるって決まってて嬉しい。お腹空いてくるよね。お肉、お肉言ったらさ、おかしい。なんかね、足刺されたところがなんかね昨日より痒くて嫌なの。ともかずさん、マー君さん、ありがとう。だゆき、止まった、電波悪い、悪い。マー君ありがとう。ともかずさんありがとう。かわいいよ、ありがとう。あっちしさんありがとう。電波ある、いつも悪だんだけど、てか充電が 24% しかない。まだいけるか。お肉食べてパワーつけて、つける。うちのお子さんありがとう。待ち受け口10回引いたけどイチゴ出なかった。なんだって。じゃあ10回引いたならさ、あれがさできるね、あのあの抽選、抽選応募した。抽選応募、誰で抽選応募したんだい。もう私か、私だよね。我慢できる程度のお湯を変えとくね。あ、そうなの。そしたらいいの、治るの、治るってか痒くなくなる。なおさんありがとう。ポチティヤッホイ。ここの前髪が気になるから整えとこうと、幕張までに。トンさんありがとう。たゆき、見てまつげ上がっているでしょ。上がってるけど別に今日は何も塗布していません。最近はねお肌を休めようと思ってあんまりメイクしてない。ニシピーさんありがとう。ユイリーさんとナナさん似てると思うの俺だけ。でもやっぱさ一緒におるとさ似てくるんかね。
似とるよね。痒いところ冷やすと良い。どっちどっちなんだい。前髪切りました。切ったっちゃ切ったんだけどね。ちょっともう一回調整入れようかなって感じ。くずるぐるかき氷。おしめセットはイチゴだから運が良ければ、あ、運が良ければ当てるよって。じゃあ当てて、当ててね。みんな今日は伊藤リリアさんが配信してる。あ、そうなんだ。よっしゃ、中村れのさん推し。あ、やっぱみんなもさ、いろんなグループに推しいるよね。うん、今日ちょっと待ってね。暑くって外の方が涼しかったりするかな。ちょっと一瞬待って。あー、あまり変わらないですね。風がちょっと吹いてるかなって思ったけど、3番目の風って感じ。トンさんありがとう。カラムーンさんありがとう。待ち受け引いたら北沢出た。え、激アツ展開じゃん。なんか手になんか隠し持ってる北沢。バイト戻るで、頑張ってバイト。幕張で会おうね。雪平さんありがとう。こんばんは。フォローありがとう。もうね、足の裏刺されたの、もう本当に痒い、もう無理。ミーポンも配信してる今。あ、そうなの。3番目の風、3番目の風になろうみたいな感じだよね。こんばんは。ミーポンもう大丈夫。怪我ってか、なんか腫れとったの治ったかな。あ、でもちょい腫れかも。やはりうちは栃木持ってく。待ってます、待ってます。ありがとう。え、やっぱ髪の毛縛りたいんだけど、どうした、どうした、やばい。え、そりこちさん写真集、あれちょっと刺激が強いですよ。私には刺激が強いですよ。待ち受け口、いちごのシークレット引いた。え、シークレット引いたの。運命を感じちゃってるんじゃないの、そろそろ。え、髪の毛縛りたいんだけど、あるかな髪ゴム。え、普通バージョンはさ、知ってるんだけど、そのシークレットバージョンわかんないじゃん。こんばんは、こんばんは。鍋は美味しいよ、それな。え、髪の毛縛りたい、めっちゃ。髪の毛のゴムあるかな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。うん、ちょっと一瞬探してみるね。ちょっと待っててね。痛い痛い痛いよ。あるかな。あるんですか、ないんですか。お、え、あった、うるさ。発見しました、発見しましたよ。8時から、あ、8時からユーナのやつ。じゃあ同時視聴配信しようかな。てか充電がない、髪縛るぜ。痛い痛い、めっちゃ。ちょっと櫛で溶かしとこう。溶かしました、とってもたくさん。これ縛るぜ。トンさんありがとう。たい焼き、待ち受けくじ、ツンさん2枚コンプした。ツンさんのさ、写真集も楽しみだね。あついさんありがとう。下北もあるやん、確かに。え、下北は何時から。やばいじゃん今日。いや、もうやってるやん、下北はもうやってる。あついさんありがとう。下北はもうやってて、8時からはゆうなんでしょ。忙しいな。こんばんは。まあ、忙しいけど、みんなは私の配信しか見ないから大丈夫だよね。ね。イケピさんありがとう。たい焼き。どうや。よし。できました。
黒い服はさ髪が同化するけん。いい女や。いい女か。こんばんは。ほらありがとう。ヌアンズの STO さんありがとう。そうやって髪の毛のように私たちも縛るのね。そうだよ。みんなのこともそうだよ。ヌアンズの STO さんありがとう。たい焼き。こんばんは。こんばんは。ノブさんありがとう。ありがとうございます。あ、猫パンダありがとう。台湾のしゅんさん猫パンありがとう。いいこじさんありがとう。いくつさんの写真してサインもらう。全員分もらおうよ。あいこじさんとあかりさんとりょうさん。りょうさんの写真集が楽しみ。私はとても。りょうさんにね聞いたんよ、写真集どうなんなんですかって教えてくれなかった。えらいきゅうさんのも確かにそうしよう。もうみんなのからみんなの写真集全部社員もらおう。でもさお金なくなっちゃうじゃん。そんなことしてたらお金ないのにね。ちょっと暑いんだ。ちょっと待ってね。リモコンちょっと待ってね。わっまさきさんありがとう。いちごの写真集はねちょっとない。まだチョコさんファンクラブお邪魔します。あ、お邪魔されました。こんばんは。こんばんは。痛い。痛くなかったです。嘘つきました。ごめんなさい嘘ついて。YouTube? YouTuber デビューしちゃうってこと？じゃあ YouTuber デビュー希望ってこと？私の。この髪型かわいい。ほんと見て。初期。わかる？言いたいこと。あついさんありがとう。おかか。あ、やばい、開かなくなった。チャックが開いた。こんばんは。こんばんは。髪の毛はね縛ってもねいい感じの長さまで伸びたいのに。なので公開チャンネルですよ。グッドラックトゥエブリワンさんありがとう。8時からキャンキャン。もうやばい忙しい。リア中出る。ちょっと待って、それ着てるから暑いんじゃないの。じゃこれめっちゃ薄いよ素材が。バリ薄です。こんばんは。待っててね。ショムキタこれからリア中。お、これからリア中。ちょっとだけ見ちゃおっかな。エビサマさんありがとう。ナオさんありがとう。そう、イノマキスパイセンのことが言いたかった。リア中が頑張れてるか見ます。私がでキャンキャンはユーナ忙しいね今日。あれ、リア中？結構さ流れじゃん。なんか叶う、ヒーたん、リア中って流れだよね今。その人にメール送った？送ったの？リア中。この毛がねめっちゃポワポワしてきてうざい。ワンタンさんありがとう。大雪。ユーナン人見知り克服？ユーナンって人見知りだったの？あーまあでも確かに。あ、リア中だ。リア中登場した。ホンさんありがとう。リアチュールだ。ピンなんかつけちゃって。電話タイム公開お話会っぽいから確かにぽいね。
どんな話しかよくバレるね。くるくるしてる。ちょっと電波悪め。寄せの電波が悪いのかと思った。みんな電話や。こんばんは。リア中も猫かぶってる？いや、かぶるよ。当たり前だよ、みんな。うん？アンドンさん、ありがとう、たいゆき。幕張の時、髪型どうしよっかな。猫にしよっかな。人たらしって言われてた。山梨って天気予報どこの都道府県を見るの？東京、甲府。山梨って意外と天気予報甲府とかであるんよ。なかったらなんか関東らへんを見てあーってなるけど、意外とあるんよ甲府が。みんな残念ながらあるんですね。これがいちごちゃん、かわいい。ありがとうございますよ。そんなこんばんは。こんばんは。かわいい、ありがとう。幕張の髪型ちょっとどうしよう。猫耳にしようかな。もう一回超激しいか、さすがに。でも猫耳とかにしたらさ、なんかちょっと寝ようとかできないかな。耳崩れそうだから。朝早いけどさ、ツーショットとさ、お話し会まだ結構時間があるからさ、どうしようかなって思ってますよ。こんばんは。わあ、こんばんは。さては伊藤リリアさんから飛ばされた方々だな。方々だな。さては。イッチーさん、ヨシ君さん、ありがとう。さてはそうだな。グッドラックトゥエヴァランさん、ありがとう。こんばんは。そう、リコチさん、いつみです。みんなリコチさんは写真集を出します。買いましょう。こんばんは。やっぱ飛ばされた人だ。たちだ。ありがとう。ココさん、ありがとう。ラーの人さん、ありがとう。あら、かわいい。ありがとうございます。ちょっと猫かぶる。みんな今から猫かぶるからよろしく。リリアさんのとこから飛ばされてきた。ラーの人さん、膝にヤガさん、ありがとう。さてはそうだな。カズチーさん、ノウアキさん、ラーの人さん、ありがとう。こんばんは。こんばんは。 STU48 の48の北沢いちごって言います。こんばんは。飛ばされた。昆布だしさん、ありがとう。たい焼き嬉しい。ホセさん、ありがとう。たい焼きいっぱいありがとう。そう、あのさ、この三坂道さんのさ、この雑誌、あのがもうあれだるだるじゃん。だるじゃん。ちょっと口が回らない。出るじゃん、出版。買います。こんばんは。だ、ちょっと待って、むずい。だ、5個でしょ。だ、ちょっと待って。ださん、ありがとう。ホセさん、あっくんさん、ありがとう。定期ホセさん、ありがとう。私も最近結構飛ばす、乃木坂さんから飛ばされてきましたって人がめっちゃ多い。私の推しメンは林瑠奈さんです。ルルルさんです。いちごちゃんです。ぜひ覚えてください。りこちさんの後輩です。ペンギンさん、ホセさん、ありがとう。最近ここに飛ばされる？それはもう、まあ、運命なのかもしれないということで。後ろ男性のポスター飾ってない？これは岡田奈々さんです。 AKB48 をだった岡田奈々さんです。結構ね、かっこいいから勘違いしちゃうよね。それ、あの、結構心臓強くない？そうだとしたら。かっこよくて可愛いのがナナさんですか。ホセさん、のもっち K2 さん、ありがとう。たい焼き、フラペチーノさん、ありがとう。こんばんは。おまおさん、金欠だよ。スイッチハロー、ありがとう。タニアンさん、ゆきっち、荒川さん、ありがとう。荒川さん、いちごちゃん、こちら側？はい、こちら側の人間です。
こんばんは。クックさん、ありがとう。一緒です。え、一緒ですか。あらあらあら、声似てる。本当、ちょっとよっしゃよっしゃ、マキルナショゲルナですよ。もっと楽しい。サーさん、ありがとう。たいゆき、ありがとう。ドルルさんです。いちごちゃんは写真集出さないの。なぎさかさんの配信から飛ばされたみんな、ありがとうございます。のもっち K2 さん、もっと楽しい。サーさん、ありがとう。あ、やばい、めっちゃガタガタしてる今日。そう、もっと STU47 さん、推しメンです。まつさん、ありがとう。え、そう、私の好きなアイドルのタイプってほんと分かりやすくて、岡田奈々さんも林浦さんもちょっとかっこいいですよみたいなアイドルさんが好きです。乃木坂さんから流された方を捕まえるために、あの漁師になるの任せて。漁師ってどんな感じ。リーゼントとかにしたり。ちょっとそれはできない、ごめん。スーさん、あっくんさん、まつさん、ありがとう。オーディションの時から好きでした。え、私がですか。あ、違うか、乃木坂さんか。 STU の三重師目指そう。誰このあと2人。山梨なのか。山梨ですよ、山梨県民です。と、トリエアレースさん、ありがとう。たい焼き、え、そう、若月由美さんも好き。田辺さんってボル塾の。そうですなんか今ショールームでキャンペーンやってて、このピンクのたい焼きを大量に集めてた1位の人がボル塾田辺さんが出る番組に出演できて、北澤さん今4位なんですけど、今日が最終日で、そう、田辺さんに会いたいなって思ってるところです。グワッティの写真集、橋くんだよ、かっこいいよ、ありがとう。サラピ先輩も好き。サラピ先輩好き。まひなさんのこと大好き。まひなさんもかっこいいよ。山梨のどこですか。秘密です。伝説の坊主配信、え、確かに坊主配信したら漁師だ。懐かしすぎてちょっともう忘れかけてましたよ。今日もいちごちゃんのことばかり考えてたぞ。 ありがとうだぞやばすぎる。フォローありがとう。ちょっとさ、充電したいんだよ今ね。 13% なの。やばいよみんな、 13% でも配信を続ける女。それが北沢いちご、よろしく。ナナさんはプライベートでナナちゃん、マヒナさんはマヒナちゃん、つがいよ、マヒナさんはマヒナさん。タイプ気まずいちご、気まずいちご、こんばんは。今何するって言った。もう本当にすぐ忘れちゃうんですよ、しようとしたこと。今何しようとしたっけ。プロありがとう。笑顔が素敵、わかる。お手の紙面です。あ、充電だ、ありがとう、ありがとう。もうさ、本当にさ、病気だからすぐ忘れちゃうんですよね私。ありがとう、充電ということを思い出させてくれて。みんながいなかったら生きていけなかったよ。もう何しようとするか忘れて。届かないギリ、そんなもんだよ。私の孫の名前が、 あやばいやばい、これ充電したらさ下がっていっちゃうんだけど、ちょっと待って、どうしよう。一旦ね、一旦取って。フォローありがとう。ちょっと待ってね、これどうしよっか、これどうなってるのかなみたいな。あ、でもいけそう。の iPhone はね、 iPhone15 だからね、タイプ C なんですよ。タイプ C じゃないと充電できないんですね。あー、やばい。萌えゼリフじゃなかった、何が。ワンタンさん、ありがとう。レインボースター、ありがとう。 OK できました。え、もうありがとうございます。たい焼き、夏初カオイさんにしよう、勝手にありがとう。いちご頑張る、いちご頑張って感じね。お腹空いた、やっこー。ぜひあの X かっこ Twitter とかもフォローしてくれたら嬉しいです。フォローして
最上級に可愛い、最上級に可愛いのって感じ。ちょっと音痴すぎたかなみたいな。無料たい焼きは今日でラストなので投げましょう。お願いします。自分史上一番ときめき放つわ。ありがとうみんな、みんなありがとうだよ。こんばんは。痛い、熱いし、もうありがとう。たい焼きありがとう。コムさんありがとう。よしくんさんありがとう。たい焼き Thank you Thank you たい焼き。あとどんぐらいで達成できるかな、見てみます。あ、お腹が鳴りそう。鳴ったら恥ずかしいよ。結構あと 44,051 ポイント。ガティですか、ガティガティですか。リラックマさんありがとう。ピンクのたい焼きこんばんは、こんばんは。ありがとう。普通たい焼きもありがとう。普通たい焼きもね、ピンクのたい焼きもね、もう本当にありがとうって感じなんですよ。あれ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 、ちょ間違え、どこ行った、自分の、自分が見れなくなっちゃった。あれあれあれ、フォローありがとう。のちおこさんありがとう。上野原、もう上野原はもうなんかい、なんか上野原はなんかお散歩したらいいと思う。こんばんは、こんばんは。お散歩したらいいと思います。本当だ、ありがとう。こんばんは、こんばん。なんかさ、この毛めっちゃ長いのが一本いる。ちょっとうざい、ちょっとちぎろうかな今から。あの毛をちぎるアイドルが見れる配信です。これはちぎれないし痛いし、ちぎれました。いっちゃんありがとう。これがちぎった髪の毛です。こんばんは。こういうことするから良くないよね、本当に。もうちょっとおしとやかに生きてほしいなって思ってる自分は。スーパー木村みたいに、山梨もそういったスーパー木村がわからない事件。いちご大福食べ配信したい。ラーの人さんありがとうございます。ただいま、おかえり、こんばんは、こんばんは。いてて、でもなんか今それだけど、今ちぎったけど絶対こっち向け。ミステイク、ミスチェック。お腹いっぱいです、お腹いっぱいですか。私はお腹が空きましたよ。ご飯食べてきたんですか。一体何を食べたのでしょうか。コナンさんありがとう。たい焼き、たい焼きありがとう。お腹いっぱいだからたい焼きを分けてくれたってこと。お好み焼きか、お好み焼き食べたの。ミネウスアリサさん先輩ですか。アリちゃんさん、アリちゃんさんがどうしたんだい。カトリののぞむさんかな。ありがとう。たい焼きありがとう。いっぱいありがとう、ありがとう。ちぎり紙、ちぎりパンみたいな感じ。北沢家晩ご飯遅いの、うん、北沢に合わせてくれてるの多分。ありがとう。たい焼き、うわピンクのやつもありがとう。カトリのぞむさんありがとう。膝ちょっと待って、膝にやがさんありがとう。もっと楽しいさあさん、くもはさんありがとう。みんなありがとうございます。ありがとう。くもはさんありがとう。ピンクたい焼き達成するまでご飯食べれません。そうだよみんな、私がお腹を空かせて死ぬ前によろしくお願いします。ねえし、ありさ知らないの。どういうこと、アリちゃんさんのこと、どういうこと、どういうこと。ヤイさんありがとう。たい焼きありがとう。いっぱい、イリコジさんありがとう。たい焼きハートマット、はちょっと待って、ハートマットさんありがとう。イリコジさんありがとう。たい焼きありがとう。いっぱい
ぱいたい焼き、うん、ここ最近ピンクのたい焼き大量に摂取してるからもう偏った栄養です。たい焼きが舞ってる、跳ね跳ね跳ねるだもんね、跳ね取るってことか、これ跳ね跳ねしてますよ。大量のたい焼きが跳ねているんですね。たい焼きが暴れているんや。コナンさんありがとう、ピンクたい焼き、こんばんは、こんばんは。もモンモンタさんありがとう、スーさんありがとう。カスタード派ですか、あんこ派ですか。あんこ派です、こんばんは。ゴッティヤッホー、かおりさんありがとう、ピンクのたい焼き優しさですね、ゴッティだよ、こんばんは。リコチさんのところたい焼きが舞いまくってた、なんだって、それはもうたい焼きの部屋だ、たい焼き部屋だ、ちょっと何言ってるか分かんないけど、自分かわいい、ありがとうございます。出勤さんだ、ありがとう。梅さん推しなの、アバターが梅さんだから。ジャマコさんありがとう、あ、なん解明したってこと。ジャマコさんありがとう、ピンクたい焼きありがとう。なんか本当はさ、こういうキャンペーンの最終日とかイベントの最終日ってさ、カラオケ配信したりするやん、やけどさ、イヤホンがなくてさ、タイプ C のやつがなくてできないんです。記憶だから歌っとく、勝手に歌っとくね。ね、何歌おうかな。いや、アカペラ、まさかのアカペラということで。リコチさんいつもイベント1位ね。今はもう1位なのかな。でもさ、今回結構接戦という噂を聞きました。ありがとう冠。なしのこさんありがとう。いやー、ありがとうたい焼き。お腹が空きました私は。たい焼きしか食べてないので、こう変換プラグの。入ってなかった気がする、その元のあれに。こんばんは、キツネ、あ、コンってことか。梅さんありがとう、たい焼き、かゆいな、ここかゆい。謎の発表、もう何しようとした、え、もう本当にすぐ忘れる、これもう病気。かわりさんありがとう、たい焼き Thank you です、Thank you でございます。おかゆ、おかゆ食べて胃に優しくしてってこと。あ、カラオケ、あ、そう、カラオケ、カラオケ。じゃあ愛の重さでも、なんかこの愛の重さのボイトレをしたんよ。そのボイトレの紙をね、なんかそのレッスン行ったリュックで、リュックってかカバンで来たからさ、それ入ってるよね、だから持ってきちゃったんだよ、あのいろいろ書き込んでるやつ。あついさんありがとう、たい焼き。風に吹かれながらって感じ。え、いつさ、その実装されるんかな、カラオケ機能に。愛の重さとか、愛の重さの歌詞調べよ。愛の重さ、ひらひら舞い降りてきたリーフ。くまさんありがとう、たい焼き。自分自身何グラムかを分かっているのだろうか。手中のひろさん、くまさん、ニケピスさんありがとう、ありがとう。よしここくんさんありがとう、さかいさんありがとう。日差しの眩しさも癖強い。四角くんさん、イケペスさん、クマさんありがとう。日差しの眩しさも日陰の切なさも知るリーフ。小豆島へ行こう、いや本当に大好き、私のビッグラブ選手権最優秀賞って感じ。え、もし地球引力なんて存在しなかったらね、あのフォーメーションがめっちゃ好き、周りでみんながぐるぐるしとるよ、フォーメーションが好きです。腕に抱くこともせずに愛の思い、え、なんか謎のラインが来ました。リア中が下北の間に新宿さんに浮上して、え、ガッティ見よう、え、めちゃくちゃ噛んだ、痛いよ。
何かが行われています。ほんとだ、ありがとう、みんなたい焼きいっぱい、あ、ありがとうございます。パセリさんが四角と兼任したいって言ってた。あ、でもさ、今日さ、チャートリさんの公演、今チャートリさんの公演中だったりする？なんか良くない配信してる今自分、大丈夫かな。え、今チャートリさんの配信じゃない、公演中だったりする？かぶっちゃってる、やっちゃってる自分急にこんばんは、うわ、もしかしてやっちゃってる、うわ、公演中だ。アイムヤマさんの MV は反転してるのは軽いから、え、言われてるよね。こんばんは、配信中だ、さやかりんさんの生誕が、え、やっちゃってる、これやっちゃってますかね、やっちゃってますか、もしかして。ちょっとなんかトントンされた、待ってて、ちょっと待こんばんは、ただいま帰りました、かぶってるよね、こんばんは。なんか送られてきて、ちゃんと握りが届けられました、よいしょ。確かにさやかりんさん、しかも生誕、今ね、中継見てる、今お手紙タイム、私リコチさんも配信中、昨日と色が違う、これは茶です、ご飯やでって言われたんかな、おにぎりが送られてきたので食べようと思います。あ、お肉は食べます、これはめっちゃちっちゃいよ、これ発表したいぐらいちっちゃい、発表します、私のおにぎりのサイズ、私はこれじゃないと食べられないって思われてるんですよ、正解なんですけど。なちゃまくさん、ちんちょうげさん、ありがとう。私のおにぎりのサイズといえばこれっていう、まさかのちっちゃすぎるだろうって、なんかめっちゃ顎外れそうになる。あ、これサーヤンさんからのお手紙なの？うん、サーヤンさんはポニーテールです。中身、今食べてるのは塩昆布、なんかジャリってした塩が勝ちおにぎりせんべいサイズ、止まった、あらま、電波悪いよ、ちょびちょび配信始めた頃から当たり出した、お、当たり出した、一生当たってるやん、まず違う、新玄餅食べたもん、ちいさんありがとう、たいゆきクワトロなんですね、うん、置く場所がないな、これを、なんか、うん、無事勝てましたか、よかったです、それはおめでたい、何食べてるの？おにぎり。おにぎり食べてます。勢いがすごい。おにぎり食べてます。あと玉
38,000ポイント。本当？ニナさんありがとう。こんばんは。こんばんは。具は今食べたんが塩昆布です。写真集の特典写真もらんだね。あ、また乃木坂さんのタイでやったってこと。なおさんありがとう。ガリガリする。なおさん、まつさん、ジャックさんありがとう。フォーチュンクッキーでもね、本当はおにぎりじゃなくてリンゴを拭くっていう設定らしい。本来の振りの設定とした。なあさんありがとう。これは磨いてるらしい。こうやって知らんかったやろめっちゃドヤ顔。知らんかったやろ。ナッツ、もうナッツさんって呼ぶし。ありがとう。なおさんありがとう。ありがとう。たい焼き、わあ、ありがとう、ありがとう。びっくり、ありがとう。これなんだい、あんみつのやつか。ありがとう、びっくらぽんですよ。よいさんありがとう、ありがとう。どうしちゃったの。ありがとう。お礼かく。ありがとう、ありがたわですよ。ビックラポンですよ。書くところあるかな。あ、いけます、書けます。ビックラポンだよ。通ったの。私にみんなご飯を食べさせようとしてくれてるの。ミーポンとかで全部投げたのでもうありません。ミーポンのところ、ミーポンは達成できた。ありがとう。ごんめんさんありがとう。こんばんは。何色にしようかな。じゃあオレンジとか出るかな。こんばんは。ああ、うんーです、出そう。あ、エンポン達成した、よかった。やばい、なんか間違えて一瞬切っちゃった。ふくたんさんありがとう。初見です。あ、ありがとうございます。北沢って言います。一瞬なんかあれ狂って間違えた、配信閉じちゃった。2024年の6月20日。なんかやっぱこうオレンジダメかも。カツリンさんありがとう。こんばんは。ちょっと急に色変わるんだけど。かおりさんありがとう。ピンクたい焼き、ありがとう。お礼書くんや、真心込めてお礼を書くんやな。それが私の流儀。娘が達成したので母も達成したい。あ、してほしいと思いまして、ありがとうございます。ほらありがとう。娘も達成してたからね。確かに謎理論だけど。最近ね、3期のみんなにも会えてないから頑張ってください。頑張ります。こんばんは。なんだっけ、クリーム、違う待って、思い出すんだ。フルーツクリームクマあんみつ、クマみつ。これちょっとグログロいとか言っちゃおうかな。クカイプさんありがとう。たい焼きとピンクのたい焼きどっちもありがとう。たくやさんありがとう。クカイプさんありがとう。つタワー、ありありがタワー。ちょっとなんか全部さインク切れでちょっとなんか出ないんだけど、どうしよう。カラフルになっちゃう。あっちーさんありがとう。カラフルなお礼が完成しちゃうよ。
カラフルオレが待ってめっちゃカラフルになってきちゃった、どうしよう。フォローありがとう。ねえやばい本当に、なんか字が薄くてどうしよう。じゃあまこさんありがとう、自信持ってくださいね、ありがとうございます。じゃあまこさんありがとう、たいやきありがとう、ありがとう、みんなたいやきを投げてくれたりとか、ちょっとなんかこのこれも出ないんだけど、もうちょっと次の色めっちゃどんどんカラフルになっていってて、ちょっと汗汗なんだけど、紫とかなら出んじゃない。ちゃまこさんありがとう、 Thank you、 かまかま、え、なにこれやめてめっちゃクソが綺麗だ、なにやめて、まあ、なおさんありがとう、たいゆきありがとうございますよ。あ、え、めっちゃ出る、紫だけびっくり。田中のひろさん、りっちゃさんありがとう、なちゃんもごさんありがとう、え、めっちゃ出るんだけど、怖っ、書き心地が全然違う。ありがとう、なちゃんもごさん、たいゆきいっぱいありがとう。ひまりさんありがとう、たいやきありがとう、ふくたんさんありがとう、よいさんありがとう、ありがとう、え、紫だけめっちゃ出るよ、あ、キャンキャンルームが始まったぜ、始まったぜって始まったよって音したらなんか始まったぜってしちゃった。ふくたんさん、よいさん、小雪さんありがとう、東方待機できた、どういうこと、待機したの、どういうこと、あ、押し増しできたよってこと、どういうこと、あ、退勤、あ、おめでとう、退勤、退勤は正義なので、うち来たね、ゆうなの、なんかスペースがちょっと余っちゃったから、感謝って書いとくわ、ありがとう、リキンヌさんありがとう、そう、ゆうなが出る、ありがとう、たいゆき、ありがとうございますよ、皆様、じゃん、ちょっと異常なほどカラフルなんだけど、よいさんありがとう、フルーツくま、くまり、く、くまり、クリームくま、くま、みつタワーありがとう、拙者さん、ドキンヌさんありがとう、ありがとう、ありがタワーです、あ、マカロンも吠えてます、喜んでます、ありがとう、ちょっとここスペースが余ったので、あの一筆感謝の文字を書かせていただきました、ありがとうリキンヌさんありがとう、マカロンがブチ切れてます、めちゃ吠えてます、マカロンありがとう、怒られてるありがとう、こちらこそですよ、ありがとう、無事ともに健康ですって感じで頑張ります、ありがとう、ありがとう、
Thank you。 ちょっとマガロンさん暴れ狂ってますけど、賑やかでしょ。3期で達成してナミウポンだけ、あ、そうなの、よいしょ、ありがとう。フルーツ大福嬉しいよ。ゴッティヤッホー。そう、母子ともに健康で、はい、健やかな人生を歩みたいと思います。ありがとう。マカロンさんがちょっと暴れ狂っていますが、ゴッティママのアーサのファン、本当ですか。私はアンチゴッティママの。まさきさん、ありがとう。たいゆき、私はゴッティのアーサのアンチです。お前はどこを向いているんだっていうね、やっぱ言ってやりたいですよね。気まずいちご、ゆうなん緊張してる。ちょっとみんなゆうなんのこと見るね、同時視聴しよう。ゆうなんどこ、どこ、ゆうなん、ゆうなんどこや。あ、ゆうなんがいないよ。ゆうなんどこにいるの。石原さん、石原さん、おいちごちゃんですよ。そう、たくさんのナナさんに見守られることができるこの部屋、非常にいいよね。4ポイント切った、お、ありがとう。イケピーさん、ジャーキーさん、ありがとう。違うよ、ユーナンを見たいの。ユーナンどこ、もうどこにいるの。ユーナン、あった、ありました。卒業しちゃったよ。それな、なんかね、ナーミョンとお出かけする約束してるの、6月中に。今日のファッションチェック、こんばんは。本日のゲスト、石原優奈、かっこいいスティーフォーティーと。素晴らしい。だから優奈が見たいのにさ、なんか電波が悪くて見れない、悔しい。もう一回見る。こんばんは。じゃ、お誕生日おめでとうございますってコメントがある。この隣のモデルの方がお誕生日なのかな。このキャンキャンルームさ、なりこちさん前で撮ってやん、ナナさんもなんかあのハロウィンぐらいの時出撮ってみた、なんかめっちゃスクショした記憶がある。こんばんは。かわいいモデルさん、かわいいですね。ゆうなんは、ゆうなんがちで、ゆうなんは、大熊さん、ありがとう。あ、ゆうなんだ、ゆうなん来た、みんな、みんなゆうなん来た、ゆうなん来たよ、かわいい。おしゃれしちゃって。こういうやつうざいよね。ゆうなんおしゃれしちゃって。かわいい。ひらひらだね、スカートが。で、ゆうなんのこと見ながらおにぎり食べるね。ゆうなんが自分で選んだってこと？そういうわけではない。うん。何今の。ユーナ、ジャックハン、ありがとう。うん、かわいい。ユーナのこと見ながらおにぎり食べてるから優雅に。おもろい、ユーナ。うわ、猫かぶってるな。かわいい、ユーナ。めっちゃお腹鳴った。かわいい。ダブルピースしてる。私みたいになってきてる。スタイリストさんかな、やっぱ。頑張ってね、ゆうな。ゆうな緊張してそうだったから。なんか。キャンキャンルームについてね。なんかさ、ゆうなんてさ、多分隠すのが下手なんかも知らんけどさ、なんかあのこのキャンキャンルームにゆうなが出ますっていう告知が出る数日前ぐらいに、ゆうなんにキャンキャンルームってみたいな聞かれたんよ。で答えたんよ、聞かれたことに。
うん、でゆいなが「あっゆいな出る?」って言ったら「よっ、うん」みたいな、なんかめっちゃごまかしてて、そうおもろかった。大熊さん、おさび大福さん、ジャクソンさん、ありがとう、ありがとう、ジャクソンさんめっちゃありがとう、たゆきありがとうございます、嬉しいたいやきだよ、ありがたいやき。田辺さんに会うまであと47万ポイント、うん、ほらありがとう、そうおもろかった、あのユーナきっと出るんだろうなって思いながらね、あそうなんだねって言った。大熊さんありがとう、ありがとう、たいやき、ありがとう、ありがとう、ありがとう、めっちゃありがとう。ジャクソンさん、大熊さん、翔太さん、やくん、やくん、ありがとう。大熊さんめっちゃありがとう、たい焼きいっぱい感謝です。私はおにぎりを食べます、なぜならお腹が空いたから。うん、いい味です。え、かわいい、けんです、ありがとうございます。北沢です、北沢って言うんですよ私。浮遊物さんありがとう、たい焼き、気まずい、違う気まずいね、お味噌汁ない。なおこさんありがとう、たい焼き、ありがとう、ちょっとお茶も飲みつつ優雅に。あと1万6404ポイント本当?目を目を、それは見る。なおさんありがとう、ピンクたい焼き、あと1万6000ポイントよし、10時までできるからね。なおさんありがとう、たい焼き、今日は10時まで配信したら、まあ、なんかどうしよう、分けるか結構迷ってきた。でもさ、休憩しないとしんどいかな。フォローありがとう。まっつんさんありがとう、たい焼き、風さんありがとう、たいやき、9時59分までやん、これが自分でタワー投げろ、自分で投げたらいい説。のりさん、ひず太郎さんありがとう、自分の、え、てかさ、わしがさ昔使ってたアカウントにログインできるかな。今さタブレットの方のショールームがさ、なんかログイン取れちゃってさ、取れちゃってログアウトされちゃって。のりさん、ひぬ太郎さんありがとう、こんばんは。いけっぴさん、やしかっかけんさんありがとう、たいやき、みんなありがとう、優しい。かけとらさんありがとう、ちょっとログインを試みてみるね。やしかっかけんさんありがとう、かけとらさんありがとう、ゴーティー、こんばんは。ちょっとログインしてみる、できる気がする。ゆいさん、待機ありがとう。どうなんだ、ログインできた、できたんですけど、ちょっとアバター見てみよう。ゆいさん、あーめっちゃ待機ありがとう。高菜さんありがとう、まっつんさんありがとう、ありがとう、みんな待機、めっちゃ待機持ってる、みんなありがとう、ありがとう。アバター、こんばんは、みんな配信頑張って、いちごちゃんに高級フルーツ大福をプレゼントしたいわけよ。ありがとう、みんなのその心受け取って、心の中にしまって、もうガラス瓶の中に入れて、あの夢をガラス瓶って感じ。北沢いちご、北沢いちごの配信を見る。牛さんありがとう、たい焼き、あ、めっちゃ持ってるよ、アバター、大量に持ってる、やば、ありえないぐらい持ってる。田中美穂さんのやつある、すごい。中井梨花さんめっちゃいっぱい持ってる。ひだやさん、ひだやさん、背景がナイスですよね。あ、私のですか、ですよね、めっちゃいいと思うんですよ。いちご大福食べてるとこ見たいの、みんな。豊中のひろさんありがとう。いちご食べてるってできるもんね。アップアップのゆめちゃんさん、
ゆめちゃんさん、ゆめちゃんさんみたいなの。みほさん、なつきさんのもあるし、めっちゃりんこさんのもある。いろいろ持ってますわ。ボディーヤッホーです。アカウントレベルはでも別に高くない気がする。アカウントレベルどうやって見るの。レベル16。あ、全然全然全然ですよ。こんばんは。いや、この観客の中にいるの。いない。自分の配信も見てない。今初めてかログインしたから。ピカちゃんずっと体調悪いって言ってた。中江か半。あら、レベル160強すぎ。クックハンありがとう。ミッケ強すぎるんよ。10倍だから。最強じゃん。最強チームはって感じ。でもなんかショールームの自分の ID がさ、詳しくは言わないけどさ、73関連でさ、おもろい。何で食べてるの？おにぎり。これはのりたま味。あと13,433ポイントガティ見ます。いちご探しゲーム。いちご見つけられないよ。だって見てないんだから。今日はクルさん見に行かなかったの？うん、今日は山梨にいたよ。こんばんは。山梨で過ごしました。ゆっくりお土産買った。見た。え、今さ STU48 のメンバーって何人いる？なんか買ったお土産が30何個かでとかだったから足りるかな。まあいらん人もいたらギリいけるか。チーム美容師あなた、え、チーム美容師さ、めっちゃやりたい。3期バージョン作り出そう。あなたは今日で誰が一番最初。リア中か。リア中推し。ホラチー、ホラチームなんだろうね。マニアさんありがとう。いちごは大気好き。好き。あのね、よくね食べるよ屋台で。ゆうなよそ行きの顔してる。やってますね。まあそりゃそうよな。あのいつも通りのゆうなんでさ、登場したらびっくりだよ。うん、うん、37人。うん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 、まあグル足りそう。ありがとう。あ、そっか、いちご入れてたもんね。うん、足りそう。よかった、よかった、よかった。よく噛んで食べましょう。ご飯は参考極める。こんばんは、こんばんは。きゅうり食べる。これきゅうりだよね。きゅうり食べる。漬物だ。匂うの死ぬ。もっと楽しいさ。さんありがとう。たい焼き、うん、 ASMR チャンネルかも。食べ過ぎるとお肉入らんくなるでって思うじゃん。だってさ、1おにぎりのサイズがこれだから絶対大丈夫だよ。こんなちょっとです。こんばんは。なんか4つあって1個合わせてやっと1個の4個合わせておにぎりぐらいのサイズになる。トーストにあんこをつける。あんバター好き。ん、あんバター
ゆうな耳動かしてる特技披露してる。ゆうなの特技じわだよね。こんばんは。うまし、うましかてです。こんばんは。和解できないして。それはやめちゃうまでに和解して。リチャさんありがとう。もう一生話せなくなっちゃうかもしれないんだよ。ブチギレ案件。こんばんは、こんばんは、ありがとう。ユーナもリアチューも頑張って頑張ってるね。リアチューのはもう終わった？まだやっとる？こんばんは。うん、たい焼きありがとう。ミシェルボーイさん、こんばんは、こんばんは。マイキューさんたちが韓国に行った動画、え、見てないけど今ちょうどね X 開いたら一番上に出てきた。わー、たい焼きだ。ありがとう、ぴょんぴょん、ありがとう。めっちゃいっぱいいる。ありがとう、わさび大福さん、ありがとう。たい焼き、ありがとう。優しいぜ、ありがとう。ぴょんぴょん、リキンヌさん、ありがとう。バレーボール勝った、よかった。ありがとう。わあ、すごいすごい。たい焼きが跳ねとる。ありがとう、みんな。ありがとう。こんばんは。新人枠の1位、2位が強すぎて、田辺さんに合わせられなくてすみません。いやいや。ね、めっちゃ、すごいよね。見よう。で、なんか、普段からそうだ、そういうショールーム系のさ、イベント、めっちゃ強い印象がある。お二方とも。こんばんは。え、そう、なんかさ、ちょっと待ってね。ありがとう、みんな、ありがとう。うん、それちょっと前ゆうさんだから、ちゃんお子さん、コナンさん、ありがとう。たいゆき、ありがとう、みんな、感謝感謝です。違う違う、コナンさん、あ、読んだ、ありがとう。ただいま、おかえり、おかえり。ももっぴさん、お、あ、ももかさん、奥村ももかさん、え、奥村ももかさんさ、がさ、あの NGT のオーディションやっとうときにさ、なんか私もさ、イベントなんか被ってたんよ。で、なんかその空き時間にさ、そう見てた、オーディション配信を。あと1万43ポイント、うわー、ひでたらさん、ありがとう。そう、 STU のね、3期生も受け取ったからね、いつかお会いしたいです。会いたいですよ。明日から日向坂46時間ってあるけど、好きな曲ありますか？日向坂さんの好きな曲、うわー、むず。日向坂さんの好きな曲でしょ。ちょっと真剣に考えさせて。え、うわー、いっぱいある、どうしよう。ツーショットしてしたい。え、ひらがなケーキ込んでいいんだったら、なーわーとかも好きだし、青春のないよね、わかる。あと、永遠の白線とか、もう本当に愛してる。白線どこまで引くのか、永遠はこの先にあるのか、空の何度も空。結構なんか勝手に作詞しちゃいがちだからさ、なんか勝手に生み出した歌詞とか歌っちゃうんだよね。生地系2さん、ありがとうございます。たい焼き、わかるよね、このマジで大好き、全部好きだけどな。ま、でもやっぱそんなことないよ、好き。切りすぎた前髪、大当たりの中に乃木坂さんの曲、あ、大当たり中にシンクロニシティね、難しそうだよね、踊ったらシンクロにして。インフルエンサーとか難しそう。ゼーデンさん、ありがとう。たい焼き、ありがとう。
こんばんは。こんばんは。エイコン好きも好きだよ。だって。まあ、ね、私は金村美久さん推しなんですよ。逃げ水いいよね。わかる、好き。ミラージュ遠くから見たとき。こんばんは。道後温泉行きたいよな。推すしかないさん推しなので。え、なんか言おうとしたけど忘れちゃった今。バレーボール勝った？すごい。スポーツ好き系？こんばんは。ヨダちゃん。ヨダさん。ヨダヨダさん。記憶損失、やばい。最近さ、マジでさ、私の最近の悩みの一つ。マジで、秒で忘れる。ちょっと汚いとか思わないでほしいんだけど、でなんか汚い、こいつ汚いって思わないでほしい、思わないで聞いてほしいんだけど、なんか喋っとるとなんかよだれ垂れてくるんよ。え、ほんまに汚いよね、ごめん、マジほんまに汚い話してごめん。マジでよだれがめっちゃ垂れちゃう。おーおーおーおお、めっちゃ甘いが大量発生した。これじゃよだれの話してた時に、ちょっと待ってね。制服のマネキンは踊れるの、すごっ。あ、アプロさんありがとう。うわ、リンゴさんありがとう。たい焼きじゃなくて猫パン、ありがとう。猫パン、ありがとう。ちょっと書きます。お辞儀じゃない、俺書くところあるかな、ついにないかもしれない。ちょっと待ってね。あー、書けるかな。あー、いや、ここは書けない。あー、書けるかな。書けるところがさ、ちょっとないかもしれなくてさ。あー、うわー、書けない。ありがとう。ちょっと待って、書けるところがさ、ナッシングなのかもしれない。まあギリここに書けるかも。ありがとう、猫パンありがとう。猫パンタワーありがとう。アプローさんありがとう。ゆうきさんかわいいよね。ありがとう。たいゆき、ちょっとよだれの話してて本当に気まずい。はるかわさんありがとう。達成した。ガッティー、もろみさんありがとう。え、ちょっとスクショしとくね、忘れちゃいそうだから。私はバカなので。あ、え、どこだろう、いなくなっちゃった。あ、あった。めちゃくちゃ空いてた。ありがとう、りんごさんありがとう。赤いたぬきさんありがとう。もろみさんありがとう。ありがとう、ありがとう。ちょっと、そうだ、私今日100均に行って何か買おうと思ったの、スケッチブックだ。うわ、忘れてたわ。何買いに来たんだっけなって思ってさ、帰ってったんよ。それやん。甘いまんじゅう、え、これまんじゅうなの。絶対パンだと思ってたんだけど、確かに和菓子キャンペーンでパンのわけないか。これまんじゅうだったの。ちょっと初知りなんですけど、あ、これおまんじゅうだったんだ。しかも甘いの伸ばし棒があの波線タイプね。なるほど、ありがとう。ほひろさんありがとう。取りに戻ったけど、戻ったんかい。確かに和菓子キャンペーンでパンのわけないか。え、バカじゃん。もしかして私ってバカなのかな。猫の要素ない。いや、これ猫だよね、クマじゃなくて猫だよね。甘いハート、あ、ハート、やっぱハートがない。ちょっと付け足しとこう、ハート、甘いハート。確かに信玄餅もう和菓子だ。ゆうな歌ってる？マディ。なんか気になるんだけど、どういうこと？歌ってんの？ちょ、マジ超気になるやん。
疲れ様です。お疲れ様。人間関係人間関係歌ってる期末イチゴだよ。人間関係いとくいいな方じゃなくて歌ってる。歌う番組なのキャンキャンルームって。キャンキャンルームって歌う番組だったんだ。ガモクさんありがとう。たゆき時に付けば達成した。ちょっと見るね。ちょっと今机の上がとんでもなく汚くてさ、物がいっぱいあってですね、ちょっと待ってください。嬉しすぎるかもしれない。ちょっと見るね。トークルーム生誕ティー。生誕ティー、あ、そっか。すごい気になる。どれどこだどこだ。北沢はどこにいる。待って、ルーム名で検索しよう。北沢、あ、間違えた、自分の配信開いちゃった。ありがとうございます。あ、もう違うよ。達成済みだ。本当だ。ありがとう。大福食べ配信あるよ。あります。ありがとう。みんながいっぱいいろいろくれてありがとう。これでなんかもらえる。高級フルーツ大福ゲット。いちご大福食べられるの。いちごがいちご大福を食べる配信を。お届けしたいと思います。達成おめでとう。ありがとう、みんなありがとう。みんなのおかげやな。何この感じ。ありがとう、あつしさん、ありがとう。感動にしよう。トモグイ配信やばい。あつしさんありがとう。じゃあなんかちょっと大事そうな LINE 来たからさあ、ちょっと見るね。ごめんね、みんなほったらかしにして。ほったらかし温泉って感じだよね。ほったらかし温泉、私の友達のお家。こんばんは。肉が食べられるぜ。気まずい顔してる。あ、めっちゃ今頭痛かった。一瞬死ぬかと思った。生きてます、大丈夫でした、治りました。ちょっと今これを見ます。うん、へえ、新鮮ですね。これはいつ発表されるかな。いつ発表されるかわかんないけど、あ、そうなんだ。ちょっとみんな、ふたねたさんおめありがとう。本当だ、1万超えてるやん、すご。気づかなかった。やはり8時半で達成。確かに予言通りだ、すご。予言者もしかして。じゅんじゅんさんありがとう。こんばんは。まこぴーさん、いはくさんありがとう。これ発表されるかな、わかんないけど、明日ぐらいにはきっと発表されるのかもしれないけど。びっくらぽん、そんなにびっくらぽんな感じでもないけど。夏希さんも達成された。お、すごい。私もうね、早くね、もう夏希さんと一緒だったお仕事があって、その話をしたいけどね、もうできないから、もう悔しい。私は夏希さんと一緒のお仕事があったんですよ、最近。本当にね、面白すぎて発表したいけどね、言えないの。情報が出たら絶対に発表してやろうって思ってます。めっちゃ、なるほどね、オッケー、ありがとう。みんなのこと置き去りにしてごめんね。 NHK に葵さんの影、あの道後温泉がさ出てるんでしょ。さっき誰かにも教えてもらった。こんばんは。よし、ちょっとさ、ずっとさっきから膝の上にさ、このおにぎりセットを乗せてるんで、あったかい、おめでたやだな。ちょっと書くね。無事、なんか最近さ、字を書く機会がないから字が書けなくなってきてる。
なの、え、なんか愛媛特集してるのかな。明日のやつはたい焼き、たい焼き食べたい。なんかさ、この辺でたい焼き売ってるところないよね。山梨でたい焼き売ってるところとか存在しなさそう。気まずいちご、気まずっとだね。こんばんは、こんばんは。え、字書けなくなるよね。え、なんか、急に字汚くなっちゃった、悔しい。今日ね、どうしたの。こんばんは。配信2時間で、ね、達成できてよかった。あ、もう2時間もしてる。ちょっと気づかなかった、その事実に。自分が2時間も配信をしているという事実。たい焼きは隣の駅に行かないとないです。たい焼き山梨って存在する、まあ存在しないことはないと思うけど。ちなみに新しいアーシャは、ううん、新しいアーシャはまあちょっと許せない。そう、携帯でね打つから。こんばんは。ちょっと待ってね。ミーティングの時暇だったから、ショールームの予約入れたらとか、プロフィールの文章変えたら、ミーティングの話いいよって言ってくれるよね。ありがとう。私はどこを見てるのかなってしか思ってない、あの朝に関しては。お、ぐるってる。あら、今が焼き、大判焼き、え、その講座候みたいな。やばい、なんか涙出てきた。ありがとう、みんなが。じゃあちょっと感動の配信しよう。みんなのおかげで、あのたい焼きじゃなくて和菓子キャンペーン達成できました。本当にありがとうございます。普通にちょっとくしゃみが出そうなだけなんですけど、本当にありがとう。スーチーさんありがとう。回転焼きとも、え、いろんな呼び方あるよね。松さんありがとう。たい焼き、みんなのおかげで。ありがとう。あ、待って、みんなごめん、今超大事な LINE が来た、絶対に見る。メロンパンさんありがとう。たい焼き、今川焼き、でも今川焼きがさ一番言うかも、自分的には。おめでとう、ありがとう。ちょっと待ってね。おっと、どういうことだこれは。メロンパンさんありがとう。だから29分の消したの知ってる。やばい、最悪、恥ずかしい。え、なんか30分にね、今日はね、私は今日30分にできるようにしようと思ったけど、ちょっと間に合わなさそうだから消したもん、すって静かに消して、誰にも気づかれてないかなと思ったら気づかれてた。メロンパンさんありがとう。期間11、え、このキャンペーン11日間もやっとるんか。音読思想しないよ。え、ゴザソウロウさ、え、広島のさ、特にゴザソウロウあるよね。ちょっと待ってね。メロンパンさんありがとう。ちょうど作ったから本当にびっくり、やめてください。誰も気づいてないやろうと思ってやったのに。ほんまに気まずい。ありがとう、たい焼きメロンパン。ちょっと待って、こんばんは。え、ゴザソウロウはすごい品名。え、お店のタイトルじゃないの。お店のタイトルっていうか、なんかサイゼリアとかの感じじゃないの。ちょっと待ってね。
ちょっと待って、ちょっと今パニックが起きてるから私の中で、ちょっと待って、ちょっと待ってください。押してます、ありがとう。いっちゃんありがとう。たゆき、え、そうだよね。え、ちょ、ごめん、ちょっと今事件が発生してる自分の中で。ちょ、どういうこと、ちょっと待って、ちょ、聞いてみるか。ちょっとパニックだよ私は。え、そうだよね、普通にちょっとパニックだよね。ちょっとパニックが発生してます私は今。ちょっと待って、これどういうことこれ。だってさ、あれあれ、ちょっと待って、パニック I'm panic。 お店の名前ヒロさん、ありがとう。ゴッティ写真室出さないよ。ちょっと待ってね、みんな今事件が発生してるから。公共、喋んないで。なんで喋ったの今。ずっと言わないで。一回切らないよ私は。謎の。切らないんだからね。なんてて。よし、OK。OK。ちょっと聞いてみましたので。配信分け目普通じいさん、ありがとう。あ、待って、私もうすぐさ、自分がさ何をしてたかとかさ本当に忘れちゃうのよ。自分は今何をしていた。あ、お礼を返したんだ。もうちょっとパニックで。こんばんは。書くことないねってさっき言ってたけど、書くことあるよ、めっちゃ今書いてる。やっはぁ、なんか字汚い今日。ちょシュウメイ、ガイプさん、ハートありがとう。ユーナさん、たい焼きありがとう。こんばんは。なんか大丈夫か。じゃーん、リンゴさん、甘いハート、まんじゅうタワーありがとう。ハートやばいけど、ハートちょっとあの付け出しちゃったんだけど。マルさん、カツリンさん、ありがとう。リンゴ大福はねなさそうだから、いちご大福食べます。ありがとう。吉彦さん、ありがとう。リンゴ大福はないので、ありがとう。あじゃあじゃあじゃです、ありがとう。こちらこそありがとう。ありがとう。行ってて、ありがとう。読めてますか、この文字。ありがとう。名字が大福で名前がいちご、大福いちごやん。なんちょ、いちご大福じゃなくて大福いちごにした。ありがとう。よいしょ。ありがとう。見えてた。ありがとう、よかった。山梨の女王です。気まずいちご、いいんちゃ。なーちゃんさんか、早くありがとう。よっこらしょ、静かにして。ハートもありがとうございます。ちょっと
この達成済みをねスクショしたくて今。あ、違う違う、どうやってたどこだっけ、見失っちゃいました。あった、気まずいちご、気まずいちごだよ。フルーツ山梨県産かも。確かに、だったらちょっとさびっくりしちゃうね。あった、達成済みスクショしよう。あとでいくつに飛ぶ子しよっかな、ありがとうって。今できるやん、しようするね。じゃあ今 X 投稿します。達成した、ありがとう、みんなみんなのおかげやで、ありがとうございます、ありがとう本当に。アイサッチーの生誕ティー、これか、ゆるかわいい。コメントございます、ありがとうございます、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です。レンゴさんありがとう、たいゆき、なんで関西弁、うーん、わからない、わーい、おおわーいって感じ。ブンゴさん、カジさんありがとう。何気ない言葉に何度も何度も傷ついて、ちょっと待ってね、投稿したいんですけど、こうどこどこどうやっとこうか。こんばんは、こんばんは。この朝ちょっとほんまにちょっと、まあまああんまり言わないでって感じ。こんばんは。X、 本当に何しようとしてるか忘れちゃうんだよね。ゆうなさんありがとう、ピンク待機。表情がじわるデイズ、不意に思い出がじわるデイズ、こんばんは。ゆうなさんありがとう、ハート。ショールーム、あ、もう間違えた、ショールームの、ショールームの和菓子、和菓子祭りだよね、祭りはひらがな、祭り。あついさんありがとう、フルーツ大福、フルーチになっちゃった、フルーツ大福。あついさんありがとう。ポニョ死ぬ、確かにポニョみたい、なんか目がポニョ、ポニョアーシャって呼ぼう次からもう、このアーシャのこと、ポニョアーシャ。派遣です、こんばんは、はじめまして、こんばんは、元気ですか、私は元気です。あ、間違えました、フルーツ大福のこと、いちごとキアわかるけど、茶色、茶色なんだろう、茶色いなんだろうね、間違えました。なんかショールームの和菓子、和菓子祭り、フルーツ大福お疲れ様ですになっちゃった。違えた、ちょっとやめてそういうことするの。無理やりにんまり、そうだよ、あの笑ってって言われたからって感じ。アイさん抹茶とチョコミント、どっち派、チョコミント、でも今日は抹茶食べた、なんかチョコパッキーってわかる、あのシャトレーゼのアイスなんだけど、あれの抹茶味を食べました。チョコミントが大好き、どもでもシャトレーゼのチョコパッキーじゃないんだけど、普通の抹茶のアイスがめっちゃ美味しいやつがあって、そう、それおすすめ。以下より真顔、そう、笑顔より真顔、笑顔してって感じだけど、真顔はめっちゃ得意。モーの抹茶美味しいよね、なんか
学校のさ自販機にアイスの自販機あったんだけど、モーがあってさ、めっちゃ食べてた。めっちゃ味、そう、なんかちょっとプレミアムみたいなやつの味。フォローありがとうの抹茶味食べた今日は。学校にアイスの自販機ある。カップ麺もあったし、お菓子とかもあったのかな。あったっけ、わかんない。9時からね、リクツさん。もう少しだね、じゃあ。私何時間配信してる今。待ってね。何時から始めたかというと、6時37分。2時間ちょっとか。このまま10時まで配信してもいいっちゃいいんだけど、ちょっとうずの健康痛めっちゃいっぱいあるね弊社。533533ありがとう。たい焼き、でもこのキャンペーンがさ結局10時までだからさ、10時までは10時らへんは配信したいから、うわどうしよう、迷っちゃいますよ。で今日は10時に配信終わって、配信終わってお風呂入って早寝ようかなと思っているところなんですけど、お肉食べたいんよ。ありがとう。ちょっと一瞬休憩挟みたいということで、田辺さん狙ってみる。田辺さんに会えるかな、今から1位になれるかな。コーラの自販機、コーラオンリーってこと、そういうわけじゃないか、コカコーラのか。はじめまして、あ嘘だ。なんちゃら見てくる恋さん、ありがとう。たいゆき、確かにリコチさんの9時からだしね。うわ続けても、うわ続く、うわ迷ってる人、これがバレてる、バレてますよ。ご飯食べる、食べな。中継口10回したら、おい両方出た、すごい天才です。それはおめでとうございます。足がもう本当に蚊に刺されたところがもう痒くて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 、めっちゃ皮膚片が。ご飯食べてコスプレして再登場、コスプレするものがないよ。新人枠そう2位まではねあれがあるけど、まああと1時間ぐらいの時間で、ね、まさかの大逆転したら天才すぎるんだけど、そんなことはね人生簡単に起こらないんだぞというのをね私が見せつけていこうと思います。いちごのリアルハウス券買った、本当嬉しい。なんでだろう、ありがとう。ありがとう。幕張ですか、投稿するよ。幕張、幕張のお話し会かな、ありがとう。優柔不断、そう私優柔不断。でもなんかみんなとさレッスン終わった後とかにさコンビニに行くんよ。でさみんなマジで一生悩んでんの。でも私はもう秒で決めるタイプの人だから、すぐ決めてそう生きている。あ広島、嬉しい。広島はね本当に楽しみ人間なので、ひひカッティヤッホー、広島楽しみねでしょ。広島の内容ね、なんか先輩たちが発表してたから私も昨日配信内で発表したんだけど、そう広島の話し会はそう来てくれた人に、実現するかはちょっとまだ確定ではないんだけど、来てくれた人に、なんか公園とかでも使えそうなうちわをプレゼントフォーユーします。そしてなんかゲームで買った人にはその場で賞をね私が書かせていただきます。その人に一言。縁日祭り、縁日だ。スーさんありがとう。なのでぜひお待ちしております。私はみんなに書を書いていこうと思います。こんばんは、こんばんは。スタハバギフトカードもらえるの、話聞いてた、言ってないよ。言ってないよ。
ちごちゃんは B 型の12月27日生まれ。え、一日違いなの奥様と。あらあらあら、すごい、一日違いなんだ。それは運命だ。全てのことは運命なんですよ。ここにいるのは必然なんだ。流されてきたわけじゃない。おーおーおーお願い。ショーをね、そう書きます。おー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 感じるよ。感じるよ。未来に何ができるのだろう。求められて初めて生きる意味を見つけた気がする。くるりんぱ。県民賞も愛媛。今日めっちゃ愛媛の日なの。今日めっちゃ愛媛デーですね。愛媛デーだ。まキャンペーン、キャンペーンか。スーさんありがとう。たい焼き、それもらえたら結婚できる、どうでしょうか。こんばんは。今日の21時58になっちゃったまでなので、ゆうたさんありがとう。たい焼き、こんばんは。あ、待って待って、たい焼きのさ絵文字があればいいのにね。ないよね。かわいい、ありがとうございます。この喋り方うざすぎる。ううん、うん、言ってないよそんなことはね。たい焼きの絵文字ないから、タイヤに木の絵文字にするわ。タイヤに木、分かってくる人いるかな。広島は寮に着陸。お、やったね。今はね再販やってないよ。終わっちゃったよさ。よさはやばい。でも多分すぐ発表すると思うから、そうタイヤとき。そして、あ、もう違いますよ。ハッシュタグがない。ハッシュタグがあった。 STU48。 あ、ハッシュタグ、おーおーおー、いいバイクだぜ。え、魚にしか見えんよねそれ。たい焼き外国なの、確か。こんばんは、こんばんは。みんな積み重ねておいて、積み重ねていっぱい、おいっぱいいっぱい頑張ろう。ショールームのルームを、 URL を今はさ共有、どこだどこだ、どこでさ共有できるの、あ、シェアだ、シェア、コピー。え、すごい、何それ。原付、やめてやめて。ちょっと山梨のね、あのバイカーが、バイカーやばいけど、そうバイクの人がね、そうないよね。バイク勢がね結構暴れちゃうんだよね。よいしょ、あ、リコチさん始まったね。これみんなリコチさんの写真集発売、発売記念配信が始まったよ。お知らせいたします。そう、山梨の媒介にした今のは結構静かめ、静かめですね。
おめでとうって言ってくる。私もりこちさんのやつちょっと見ようかな。りこちさんのルームだよね多分。普通にすごい、りこちさんだ、りこチーズさんだ。このタイヤ、こんばんは、こんばんは。知ってた、みんな。私は知らなかった。嘘、知ってた。見てるんじゃない、もしかして。乃木坂さんのガキ生さんは、うわー難しい。でも私の知り合いはめっちゃテレパンさん推しが多くて、でも伊予木真央さん可愛いじゃないですか。とかみんな可愛いんですけど。ね、りこちさん表紙ってこと、これが、これが表紙ってことかね。コメントした。あ、ゆうなの様子も見よう。私全員の配信見終わりチャンネル、あ、ゆうなはもう終わってるのかな、わかんないんですけど、いちごも近すぎるぞ。なんとか投稿 X 投稿できたかな、できましたかね。その X 投稿できた。沖縄梅雨明け早っ。めっちゃにヒーターに似てる人が、ヒーター、ヒーターなんじゃない、もしかして。あ、ゆうな終わった。生きる意味を見つけた気がする。あ、できてるよ。いいねした、ありがとう。コーディー、こんばんは、こんばんは。じゃあ今日はエリクッツさんの配信すごいじゃんね。あ、かゆい。おめでとうって、ありがとう、みんなコメントしてくれて。ポラルさん、ありがとう。音符とだるま、ありがとう。 Thank you ってことはさ、りこちさんの写真集がもうさ、いい感じってことはさ、あいこじちゃんとかさ、あかりさんとかのさ、つんさんもだけどさ、写真集もさ、ソロポチって感じなのかな。楽しみすぎなのでは、もしかして。こんばんは、こんばんは。コッティー、やっほー。気まずい地方ね、楽しみだね、写真。こんばんは、こんばんは。りこちさんの写真集配信見よう。道端に咲いてる花の、すごい、 QR コードを後ろに表示させてるの、めっちゃすごい。これで誘導尋問って感じ、すごっ。ヒータン、ヒータンはね、あの露出狂だからね、写真集一番最初に出すと思う、3期で。ヒータンは露出狂です。写真集期待してますか。初
見です。ありがとうございます。こんばんは。こんにちはじゃないね、こんばんはですね。ありがとう。見てる？豊富じゃ豊富じゃちょっと待ってね、みんな、ちょっと待ってね。私は今ちょっと待ってねっていう気分だから、ちょっと待ってね。あ、これは あのさっきの問題発生したのは解決した、よかった。汗汗でした、よかったです。達成いたしました。達成しましたじゃない、解決しました。ヒーターは露出狂だからわかんない、私のイメージは露出狂ヒーターの。ヒーターは露出狂です。露出狂界隈ヒーターさ、いや、ヒーターの名誉のためにやめとこヒーター露出狂エピソード話そうと思ったけどやめます。大福、あ、うん、フルーツ大福大好きじゃない、大福、うん、あ、文字数がね、なるほどね。文字数がちょっとオーバーだよって感じ。うん、むずいな。あ、むずいね。おーおーおー、すごいですね山梨は。私もヤンキーを感じました。今こんな感じですよ山梨は。ちょっと待ってね。これは北沢さんの頭の良さでこの文字数問題は解決していく。あ、違います、ちょっとやめてください。ちょっと今テロップ打ってるからみんなのねコメント1ミリも読んでないんだよ。ちょっとどうやって解決しよう。私は頭がいいので頑張って考えたいと思います。そうだね。あ、でも絵文字使えばいけるか。いいのでは。あれあれ、長すぎますって言われました。文字が長すぎますって怒られてしまいましたちょっと確かにヒーター話してくれそうだけどね。やんちゃな方が多いんですよ山梨は。ちょっと待ってね。キャイさんありがとう、たい焼き。ちょっともう書けない。まあいっか、これでこれでいいや。ありがとう、ほらほら、ありがとう。やりたいことなんかなくて何も求めず。こんばんは、こんばんは、ナイス。ひーたんがね最年長。そう、おお、次にひーちゃん。かっけーですわ。はじめまして、いちごに会いたくて残業切り上げて帰ってきました。あ、そうなの、嘘だ。あ、嘘だって言った瞬間髪の毛抜けたからこれあげるもう
にしてますから、こういう場所ですよ山梨は。みんな分かりましたか、山梨はどんな場所なのって言われたら、こんな場所です、発表するぐらいにはこんな場所です。気まずいって子ですよ、マジ気まずいですよ。あ、バイクさんがね、お祝いしてくれてる説、確かに3期で年齢何番目、え、見てみよう。3期は、まあ普通に考えれば分かるから、ヒータンヒーちゃんで19歳の代がめっちゃいるけど、でも誕生日的には、え、分からん、ちょっと待って、そう、サーキットの中に住んでるのかもしれない、私は実は。ここはサーキットなのかもしれないですよ。STU さんはね、STU48 って感じなんですけど、あ、違います、なんか公式が開けないんですけど、私のちょっと困ります。あ、オフィシャルサイトありました、ちょっと見てみるね。確かにゆいたん、ちょっと待ってね、ひーたん、ひーちゃん、ゆいたんで、同い年の代がかなうとゆうなん、かなうとゆうなん、あ、同い年もっといると思ってたけどさ、りさことなあみょんが辞めちゃったけいないんや、悲しくね、悲しいんですけど、でもゆうなんとかなの方が先だから、今いる3期だと 1,2,3,4,5,6 番目、6番目です。でなあみょんとかがいたらもうちょっと下だったので、あら、そうだよ、成人式イベントだって、え、成人式イベント、かなうとゆうなんと私とありちゃんさん、どういった人物たちって感じなんだけど、そう、かなうないだし、かなうとゆうなんと、そう、りさことなおみがない年だったのに、みんなどこに行っちゃったの、どこにも行かないでよ、なんで私から離れるの。そう、急にアリちゃんさん入る、下から数えたら、あ、確かに下から数えたらどうなるんだろうね、エミューポン、リアチュー、カスミン、ユイナ、デリエッチ、サッチでしょ、7番目、あれ合っとる合っとるんかね、いちご今年20歳になるよ、うん、こんばんは、サシンさん、アキアックさん、ありがとう、いちごはなんと今日じゃない今年で20歳になるということで、皆様成人祝い待ってます。そう、かさみもやめてしまうから、もうやば、え、今何人いる、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で、で、かすみんとリーチがやめちゃうんでしょ、で10人、やばすぎる、10人はやばすぎる、身長の低い順だと何番目、うーん、低い順だったら12番目だよ、みんないなくなっちゃうよ、そうだよ、ももちゃんさんも同い年だったんだけど、みんな配信始めた、見ちゃおう、ゆいな、そう、12月27日は二十歳ひまたぎ配信しよう、楽しみにしといて、同期14人で今7人いる、あれ、あら、え、3期生みたいだね。そう、リサコとノアミョン、ノアミョンはね、同い年、年だったんですけど、リアチュー辞めるの、え、辞めないよ辞めないよ、奥田ゆいなさんは
おでこ上げてますね、いつも上げてますね。ひまとぎ楽しみにしといて。だから確かに次のシングルは二十歳だ。あついさんありがとう。うわもう少しで二十歳ですよ。半年ぐらいあと6ヶ月後ぐらいになったら私はなんと二十歳だ。大人や。二十歳ってめっちゃ大人のイメージあったけど割とすぐに来てしまった。ほらありがとう。そうだよ、リエチもねやめてしまうんですね。まあね、私はみんなそれぞれのねちゃんと聞いて理由とかも知っとうけね。なんかあんまりねやめないでほしいよ。それはやめないでほしいけど、やめないでと声に大に声を大にしては言えないですよ。もう私がの一番世代を投げられるように貯金します。かっこしません。おい、どっちどっちなの。短期生の推しがいなくなって俺にはおたたまの一番しか残ってないです。え、友達、あれあれおかしい。こんばんは、こんばんは。僕隊もできるかな、したいけどね。7月僕隊できるかな、したいよ僕隊。ゆうたさんありがとう。まつさんありがとう。めっちゃさ、僕隊新体制とか言ってこの前やったのにさ全然新体制も何もなくて気まずい。かんや、いかじゃん、ひーちゃんとなんか、うん、飲酒ってこと。確かにひーちゃんと、ひーちゃんとひーたんってもうお酒飲めるのもね。ひーたんも飲めるし大人やなとか言って自分も大人になるんだよ。短期つけなくなる、なるねよ。え、ゆうなんてそう、え、ゆうなんて同い年だけどさ、ゆうなんてさ、待ってね、ゆうなんてさ8月。あ、じゃあもう少しでさ、ゆうなんは二十歳になるんか。マカロンが怒ってますよ。そう、研究生だけで見たらめっちゃ少ないよ。こんばんは。4回目の訪問だ、ありがとう。あ、ちょっと待ってくださいね。ただいま。なんかなんかすごいさ、マザーからさっきから救援物資が止まらないんだけど、さっきからマザーのね救援物資が止まらないんですけど、あのうん、なんかシャトレーゼのケーキが届いた。こうやって後で食べようと思ってたケーキが届いた。うん、であの止まらない救援物資も置くところがない、ところがないよ実家。なんかめっちゃさ、なんかあれみたい、おなんか引きこもっててさ、ご飯を届けてもらうみたいな気持ちになってきたね。確かに長いからね配信。ええやろ。でもさ、もう置く場所がないとかさ思ってる今。どこに置けばいいこれ。花雪さんありがとう。肉が待ってるので、私には肉を食べます。こんばんは。うっちーさんありがとう。たゆきこんばんは。食べ過ぎる傾向にある。本当私全然いつも通りなんだけど。つみさんありがとう。ケーキ今日は何の日でもないよ。別にケーキが食べたいからケーキを食べるんや。マリー・アントワネットみたいな感じ。ケーキを食べたいときに食べるんです。気にしてたらごめん。な、あ、何が何が何が、ちょ、あの星だんよ。高校の後輩が AKB 合格したけど、格好がデビューする3日前に。許せないな、それは。
学校ね、学校界隈は難しいよね。こんばんは。和牛胃もたれでもなんかさ、いいお肉って脂身が多かったりするじゃん。めっちゃ胃もたれしたりするするもんよね。てかもうお腹すいた。お腹がすきました。すごく。え、私今どんぐらい配信してる？めっちゃしてる。もしかして6時37分7、8、9。え、もう少しで3時間してる。怖いね、怖いね。ミヤリンさん、しんいちさん、ありがとう。胃に来ちゃう。フォローありがとう。休憩しないの？休憩したいんだけどさ。よいしょ。なんかこのキャンペーンっていうかあれがさ、9時59分までなの。だから一応9時59分まで配信しようかなって思ってたんだけど、そう、メアリンさんありがとう。めっちゃ配信してた。だから9時59分とかまでしたらさ、3時間半くらいあるよ。ヤッシーさん、メアリンさんありがとう。12人。ヨシカズさんありがとう。もう北沢はさ、もうお腹がペコペコなわけ。私はね、肉が待ってると思って配信してる今。カイトさんありがとう。肉は高州牛、普通のお肉、多分外国のお肉。ジュンジュンさん、カイトさん、いや、お肉とか言うからお腹が空いてきたんだよ。まさきさんありがとう。ありがとう。タイの重さ、長いお付き合いやで。みんな最初から最後まで見てる人いるのかな。めっちゃ頭痛かった。びっくりした。終わるの？終わらない？ほんま17時か20時までめっちゃ見てるね。確かないよ。確かありがとう。私明日早起きするって決めてるんですよ。これよく毎日言ってるけど、タイの重さやばい。タイの重さ初めて分かったよ。君の君の気持ち背負ってみて知った。心がしびれるくらい。ここ好き。しびれる。なんか深い。フォローありがとうございます。でもマジでありがとう。達成できて嬉しいです。焼肉屋さん行きたいね。達成できて嬉しいよ。ありがとう。みんな、いちごのおはようポストよりも早く起きてやる。なんだって、リスクが明日おはようポストをしようとしてるってなんでわかったん。怖っ。強制早起き、実家あるあるの強制早起きは私にあって強制。私が多分起こされてはいるんだけど記憶にないから、もう私の睡眠が最強すぎて誰も起こすことができません。ガンツーショットも行く。じゃあその写真見せてね。焼き魚屋、確かにないね。しゃぶしゃぶ食べた。いいよね、しゃぶしゃぶ。ちごちゃん、たい焼きいるか。リア中配信なかった。投げれるよ。あ、リア中配信なかったの。あらまあ、でもそっか、下北やってその後にあるかなって思ってたってことか。でもなんか他にキャンペーン達成したがってる人とかいたらぜひ投げてあげてください。北沢も達成させていただいているので、もう誰にも投げる相手がいないよっていう人がいたらぜひ投げていただいたら嬉しいけど、全然あれだよ、はい、ご自由チャンネル気まずチャンネル。自炊いいね。私はもう広島の冷蔵庫にベーコンを忘れ、ベーコンの存在を忘れたことをなんかもう実家に帰ってきた来てる道で気づいて、ベーコン大丈夫かなってずっと思ってる。そなたに投げたい。そなたに、じゃあありがとう。まさきさんありがとう。でも X フォローしてなかった。あれあれ大気1ぐらいしか投げてない。ほんとほら、ありがとう。自炊するのが節約になって、その分軍資金に回せるからね。ありがとう。壊れそう頭が。ベーコン、ベーコンでも賞味期限があるから、ありがとう。たい焼き
新やけんさんありがとう。そなたに投げてくれてありがとう。こんばんは。そうスライスベーコンのこと、あ、冷凍すればよかったんか、天才やん。ありがとう。普通のたい焼きも封を切ってのけだ、あの封を切ってるんですよ。やらかしてます。切っててるかな、なんか全部不安になってくる、すべてが。ヤーティーさんありがとう。すべてを不安に思ってきちゃうよね、こういう時って。まあ商品は多分やばいから。え、待って、アロエヨーグルト、私は広島の冷蔵庫にアロエヨーグルトも入れてることに気づいた。絶対ダメだ、ちょっと食べれない、あれはさすがに。めっちゃ賞味期限切れてる、きゅうり食べる、賞味期限切れてないから。これはヨーグルトはちょっと多分ダメ。みんちゃん、匂い部副部長ありがとう。アルティさんありがとう。うんふん、うまし、うましかて。広島に置いてきた、あれはもう多分賞味期限が終わっているぜ。たい焼き今日までだよ。ありがとう、みんな大福を食べさせてくれて。大福食べるね。そう、ちょっと田辺さんと高級焼肉はねダメだったんですけど、ありがた。辛いもの選手権やったら勝つ自信ある。え、でも辛いもの大好きだよ。なんかひーちゃんが得意みたいなあれだけど、ひーちゃんと同レベルだと思う。多分ゆいなも多分全然いけると思う。ゆいなってなんか痛みとかをねなんか感じない、なんかサイコパスだから多分大丈夫。だからゆいなとよなよな、めっちゃ辛いさ、ブルダックってわかるかな、めっちゃ一番辛い黒いやつ、一番辛いかわかんないけど黒いやつをねよなよなよく食べてる。こんばんは、こんばんは。賞味期限切れたお菓子を山に捨てたら動物が食べてお腹壊す。うーん、どうなんだ、でも野生の、野生の動物とか強そう、そういうの。まあゆいなはちょっとサイコパス味があるのでね。そう、まあねはね見たかったところなんですけども、それはあの、はあ、いつかまあねが見れると信じて生きていこうと思うので。やばい、え、ちょっとめっちゃさ、もうなんやねんって思われることを発表していい？マジで頭が痛いからちょっと終わろうか迷ってる。ごめんね。59分までやるからみたいな、別に生きった割にめっちゃ頭が痛くてちょっとやめるか迷ってるとか言えない。アサイとカラシの辛さはね嫌だ、苦手です。唐辛子系が得意、得意というか好き。トシさんありがとう。たい焼きいいよ、ありがとう、優しいね。カルボナーラ食べたことある？カルボナーラ味か。私チーズ味食べたこと、雨で、いや、わかんない。エアコンかな。休憩するで、ありがとう。なっちゃん、にわし、福部長さん、ありがとう、ピンク待機。ちょ、めっちゃあの、生きった、59分まで夜から、めっちゃ生きったところ申し訳ないんですけど。そう、ありがとうみんな、優しいね。でももう3時間ぐらい配信しとおけ。ありがとう、見てくれてみんな。あさってはね幕張りもあるし待ってます。おしましもできるので、トシさんありがとう。ツーショットもお話し会も始業式も待ってます。じゅんさんありがとう。たい焼き賞味期限切れの牛乳飲んだ2キロやめてください、それは死ります、絶対にやめてください。ということでゴッティは肉でも食べてくると思います。肉の写真また載せるね、メールとか。としさん、デイさんありがとう。たい焼きお肉を食べてきます。あ、メールも送りたいから、確かにメールも送りたいから先に終わろう。そうだそうだ、ぴょんぴょんありがとう。レインボーさん、じゃあランキング読んでいこうかなという所存です。15位から読みます。15位がトムトムさん、14位豊中のひろさん、13位リコジさん、12位ナオさん、11位ぴょんぴょん、
10位イケピースさん、9位台湾のジュンさん、バイクが、8位アツイさん、7位ミヤリンさん、6位ヨシコくんさん、5位ナチョモコさん、4位ニルキーヌさん、3位リチャさん、2位ヨイさん、1位リンゴさん、ありがとう、ありがとう、みんなたい焼きいっぱい、ありがとう、ノブさんありがとう、たい焼きありがとう、こちらこそ、藤うさぎさんピンクたい焼きありがとう。え、そうよね、ゆいたんもさ辛いの得意って聞いとうけさね、やりたいね辛いもの対決、気になる、どんぐらいみんな食べられるのか。ありがとう、こちらこそありがとう、達成させてくれて、またメール送ります、メール取ってくださっている方お待ちくださいませ。ということで今日はね、もう配信これで終わりなんだけど、早くお風呂に入って早く寝ようと思います。みんなも早寝早起き、北沢いちごって感じで頑張りましょう。ウェブオザイさんありがとう。